石巻案内人ウキウキウォッチング。いつもは観光で石巻に来られた方たちを対象に行われているウキウキウォッチング、今回は地元の子どもたちを対象に石巻の案内が実施されました。石巻にある由緒あるお寺や歌碑、お城跡など歴史ある文化を学びながらの食べ歩きです。コースは阿蘇市立体育館を出発し、まずはパン粉をつけて揚げている唐揚げが有名な長富食品さん、クイズをしながら説明をしてもらい唐揚げを食べました。次はロールケーキが自慢の加穂吉奈美さん、たくさんあるロールケーキの中から今回はブルーベリーのロールケーキをいただきました。お米だけで作ってる。その他にも昔ながらのお風呂屋さんである田町温泉、老舗岡本酒店などを回り、食べ歩きをしながら中央公園を歩いてみたり、車は通れないような路地裏を通りながら三の丸跡地を見てみたりと、自分たちが暮らす石巻を満喫しました。最後は出発地点である阿蘇市立体育館に集合し、お土産をもらい、子どもたちは大喜びで解散しました。このウォッチングは石巻案内人が実施しており、いつでも予約をしていただければ案内を受けられるようになっています。